ドクター・トム・プリチャードはアメリカ合衆国の元プロレスラー。テキサス州パサデナ出身。元 WWF 世界タッグ王者。近年は WWE のトレーナーとしての活動で知られる。WWE のブッキングコンサルタントを務めていたブラザー・ラブことブルース・プリチャードは彼の弟であるホッセロザリオのコーチを受け、1979年にデビュー。 キャリア初期は、カリフォルニア南部の NWA ロサンゼルス地区にて、ベビーフェイスの新鋭として売り出され、1980年に、アルマドリルと組んで、オックスベーカーエンフォーサールシアーノからアメリカス、タック王座を奪取。同年8月8日には、オリンピックオーディトリアムにて、藤波辰美の WWF ジュニアヘビー級王座に、挑戦した。翌1981年1月、 新日本プロレスに初来日し、四日市にて、藤並の同王座に再挑戦している。1983年から1985年の初頭にかけては、太平洋岸北西部のパシフィックノースウェスト地区で活動。その後、テネシー州メンフィスの区を経て、1986年より、アラバマのガルフコースト地区に入り、以降1980年代全般にわたり、 同地区に定着。初期は、US ジュニアヘビー級王者、後に、NWA アラバマヘビー級王者や、CWF ヘビー級王者となって活躍した。1989年10月、新ン,ンプロレスに8年ぶりの再来日を果たし、同年4月にデビューした重心ライガーと対戦。1990年代に入ると、ジェリーローラーとジェリージャレットが主催していたクアの、 後継団体アスワを主戦場に活動。ヒールに転向して、若手時代のスティーブ・オース・チンらと共闘し、ジェフ・ジャレット、ロバート・フラー、ビル・ダンディ、ブライアン・クリストファーと構想を展開した。1991年9月には同じくアスワで活動していたエディ・ギルバートと共に、肌上げして間もない WING に来日している。1992年からは、 ノックスビルのスモーキーマウンテンレスリングに参戦し、団体のオーナーであるジム・コルネットをマネージャーに迎え、ファビュラス・ワンズやミッドナイト・エクスプレスのメンバーだったスタン・レーンとヘブンリー・ボディーズなるタッグチームを結成。ドクター・オブ・デザイアをニックネームにファンタスティックスやロックンロール・エクスプレスとタッグ王座を争った。1993年。 当時、SMW やアスワとの業務提携を開始していた WWF に登場。8月30日のサマースラムではヘブンリーボディーズの新パートナーであるジミー・デルレートのコンビで、リックスコットのスタイナーブラザーズが保持していた WWF 世界タッグ王ーに挑戦した。1994年5月には、デルレートのヘブンリーボディーズで全日本プロレスに来日している。 SMW が活動を停止してからは、コルネットとともに、WWF とフルタイム契約を結び、1996年には、スキップことクリス・キャンディードと、女性マネージャーのサニーのザ・ボディードナーズに加入。スキップのタッグパートナーとして、ジップを名乗り、3月31日のレッスルマニア12で行われた、王座決定戦で、ヘンリーフィニアスのザ・ゴト・ウィンズを下して、 WWF 世界タッグ王者となった。ボディドナーズ解散後は、WWF のスタッフとなって活動。トレーナーとしては、カートアングルを、はじめ数々のスター選手を指導している。リングで試合をすることになったビンス・マクマホンや、シェイン・マクマホンのトレーニング相手も務め、番組内のスキットにも登場した。また、 ダイジェスト番組のカラーコメンテーターや wwe.com での自身のコラム執筆なども手掛け、多彩ぶりを発揮。wwe.com では、トークコーナーバイトディズのホストも担当していた。2004年に wwe を解雇されてからは、各地のインディー団体でトレーナーを務める一方、選手として試合にも出場。2005年5月13日には、 ディック・スタイナーを破り、インディー版のタイトルとして復活した NWA、アラバマヘビー級王座を獲得した。2007年、ファーム団体の選手を指導する、デベロップメントトレーナーとして WWE と再契約。ビルデモットに代わる DSW のヘッドトレーナーを経て、スティーブ・カーンが主催する FCW のヘッドトレーナーを2012年まで、務めた。また、 WWE での活動と並行して、インディー団体のレスリングスクールでもセミナーを開講し、更新の指導、育成に尽力している。ありがとうございます。